はい、始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。パパ活もやっぱりね、思うとこあると思うんですけど。そうですね、人間的に選手的に言えばやっぱり今旬の三笘選手をどう止める、橋岡対三笘、これはね、ダゾンでも注目してましたね。そして我が FUG でもライブで耳寄りな情報がちょっと、はい、耳寄りを入れときましたけどね、妄想っていうことになってましたけど、妄想推理ですね推理ですねじゃあ今年三笘選手はって言いますけど、はい、いや去年一昨年彗星のごとく浦和に現れたのが橋岡大樹だと思うんですよ、はい、誰でもそれを嫌顔なしにね注目するのは普通なのかな、はい、特にね、近い存在じゃないですか。どんな風に予想されるんですか。もうとにかく最初のチャレンジでもう体を当ててがっつりいった方がいいと思いますね。ああいうテクニカルな選手っていうのはしかもドリブル縦に速いですから体当てられるの嫌なんで、まずは一発ガツンとかました方がいいですね。で行くときは行くよっていう姿勢を見せた方がいいと思いますね。三笘選手はこの縦に速いっていうのがね、そうですね、本山正史選手を彷彿させますね。うーん、鹿島アントラーズのね、あのボールの持ち方とは違うんですけど、ボールの運び方か、そうですね、プラスもう少しゴールに近いところでプレーするのが、そうですね、縦かと思えばダイアゴナル入ってくるし、嫌なやつですよね。嫌なやつだったでしょ本山正史。あ、嫌ですね。随分やられたじゃないですか。はい、で足が長いから相手が触る寸前でアウトでボールコース変えたりしてくるんでね、そこでファールしたりするんですよ。うん、まあ、非常にその部分注目して見てみたいなと。もう一つなんですけどね、三笘だけじゃなくてやっぱり同期の旗手三笘がばっかり注目されちゃってるんで、彼はもし出てきたら相当燃えてると思うので、そうですね、選手も十分ケアしないといけないと思いますね。まあ、3トップで逆サイドに入る可能性ありますね、はい、そうですね、三笘選手だと、まあ、右サイドになるかなと思いますので、はい、そうなると今度は左サイドってね、はい、まあ、いずれにせよですね、まあ、FUG 見てくださってれば分かると思うんですけど、またウラレットのゲームを見てる方だったら分かるように、ウィークゾーンですからね。そうですね、はい、ウィークゾーンですからね、上がれば入れられちゃうっていうのがあるんで、逆に言ったら逆説法で言うと上がらなければ入んない、上げさせない。川崎フロンターレの方は敵陣、つまりウラレットの陣内で試合を運び、ウラレットがボールを持っててもそこで守備をしてボールを奪って早く攻めよう、つまりショートカウンターですよね。川崎のショートカウンターに対して浦和レッズはロングカウンターです。あのショートカウンターなかなか奪うのも大変なんですけれども、奪ったらレオナルドをめがけて蹴っていいと思いますね。前節の杉本選手のような長い球で一人で行ってもらう、こういうのが一番合理的ですよね。ね、レオナルド選手はボール収まりますね。あの今シーズンね、彼までボールが入って彼がまあシュートを打つのかなと思うんですけど、彼はよりゴールに確率の高いプレーを選ぶんですよね。だからシュートを無理に打つタイプじゃなくて、無理だった場合には周りの選手にボールを預けようとする選手なんで、なんですかね、こうコンビネーションみたいなものはもうちょっとこう僕らが分かるんだから選手たちも分かってほしいかな。でつまり先発のフォワードはレオナルドと杉本選手だと思いますよ。これがハマりがいいかな。前半どうしても守備にかける時間も多いし、杉本選手にはちょっと頑張って走ってもらった方がいいと思いますよね。そして途中から、はい、興梠選手ですね。彼の起用っていうのが一つ本当にキーポイントになるかもしれないですね。あとは怪我から復帰してきてる選手がラレッツはいるようなので、今シーズンね、はい、守備をした試合で勝ってるといえば宇賀神選手じゃないですか。足首の有利軟骨が非常に問題があったようなんですけれど、練習には復帰してるんで、メンバー表の中に名前があった時には一つ、まあ、大月レッツの中の守り勝ちっていう、まあ、僕ら国境しましたけど、首位爆裂川崎フロンターレに関したら守ってるもんだったら新しい
境地を開けるのかな、うん、それでいいんじゃないですか、こうちゃん。いや、本当、だって、ま、守り勝ったら俺も褒めるってそういうゲームですよ。守れないんだから、最後に。じゃあ、あのデータとか調べてないですけれど、鬼木監督、今季4年目でございます。1年目、2年目、リーグタイトル連覇、昨年はルヴァンカップかな、取っておりまして、3年間タイトルがないことがない。今やもう名監督ですね。名監督ですよ、はい、次の代表監督の名前もまで出てきますよね。いや、本当にそうですね。おそらく川崎から選手抜かれると思います。抜かれるのは J リーグじゃなくて海外だと思います、ね、うん、鬼監督の能力っていうのは非常にもう高いことがここで発揮されてて、特に攻撃力、もともと鹿島アントラーズ出身の選手なので、はい、また本人のポジションも前ではなく後ろ目の選手だったと思うんですね、うん、あの、まあ、汗かき地味な選手、はい、かつて鹿島アントラーズに在籍したブラジル代表ジョルジーニョ選手が、日本人で最もいい選手は誰だと、鹿島で一番いい選手は誰だった時に、はいはい、鬼木って、うん、言ってるだけの、やっぱり彼のサッカーセンス能力っていうのは間違いないんだと思いますね。なるほど。で、少年時代船橋出身ですけど、船橋 FC から、バブーと、そうですね、同級生、はい、子供の時から一緒にサッカーやってるから、うん、何も言わなくても通じ合える仲だと思うんですね。なるほど、うん、そして市立船橋高校でもチームメイトとしてやってましたので、はい、うん、まあ、また改めてね、鬼木監督という一人のパーソナルにスポットライトを当ててね、うん、配信もしてみたいなと思うんですけど、はい、それに対してサッカーの経歴で言ったら雑草である鬼木監督がどう立ち向かうかですよね、うん、そうですね。あ、まあエリートじゃないですか、鬼木監督って。そうです、そうです、超エリートじゃないですか、はい、それに対して鬼木監督は自分の色を出してもらいたいかなと、うん、そうですね、まあ、それが何よりも一番の見どころというか見たいところかなと、うん、この一戦にかけていると思いますよ。橋岡も前節遠征行ってるかもしれないですけど、ベンチ外でしたし、ここは何か秘策があるんですよ、うん、じゃあちょっと振り返って、でもとにかくちょっとこう今日中に出したいんで、はい、オープニングとエンディングだけ入れて、オープニングとエンディングとこう間だけポンと挟んで、このままアップするようにします。頑張って、お願いします。よろしくお願いします。で、すいません、もうちょっとあの、はい、少しずつこう記録のチェックとかが甘かったりして、皆さんにご迷惑かけて再アップとかしちゃってるんですけれど、あの、できるだけなくすようにいたしますので、お付き合いください。あんまりチャンネル登録よろしくとかって言葉で言わないんですけど、よろしくお願いします。はい。じゃあ、FEG フットボールアンダーグラウンドウルトラス、埼玉、たまには行ってみましょうか。お相手は吉田浩一と、勝野さとしで、お送りしました。チャオー。